皆さんこんにちは、プラケです。今日はですね、ちょっとねペコルの飼育ケースなんですけど、今こんな感じでプラケースで飼ってるんですけど、ちょっとね、まあ、今これ見れば分かると思うんですけど、非常に映えない感じになってますね。この下にね発泡スチロールをなんかぶっ刺して、それで横にねパネルヒーターをつけてるんですけど、ここですね、この左側にこの発泡スチロールとプラケの間にぶっ刺して、でこの発泡スチロールの下の空気もパネヒで温めながら横を温めて、まあ、それでやっとなんとかね温度が上がるんですけど、ちょっとねもう少し小さめの飼育ケージに変えて温度をね保ちやすいようにしていきたいと思います。ゆくゆくはね、これから多分ベビーももうちょっと生まれてくると思うんですけど、この黒い方のね音質でできればね一つの音源で、音源というか保温器具でね、まあ3匹ぐらいは飼いたいので、ちょっとそういうのも考えて新しく飼育ケージを作っていきたいと思います。で今回用意したのがダイソーで買ってきたタッパーですね。このスクエア1700っていうものを買ってきました。でこれをね飼育ケージとして使って、でこの小さい方のミニバッグっていうタッパーは、これはこの中でシェルターとして使っていきたいと思います。まあベビーの間だったらね、これである程度の大きさまではいけるんじゃないかなと思っています。それでは早速ね加工をしていきたいと思うんですけど、まずイメージとしてはちょっとこれ開けてみた感じですね。まあ、このタッパーをケージとして使って、この小さいタッパーをシェルターとしてこんな感じで入れていくようなイメージですね。これを作っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。まずはこの大きいタッパーを使って飼育ケージの方から作っていきたいと思います。まあ、作るといってもね、穴を開けていくだけです。こちらの道具を使ってハンダゴテですね、で穴をひたすら開けていこうと思います。まあ、日頃の鬱憤をね晴らしながら、このハンダゴテでタッパーを蜂の巣にしてやろうと思います。あたっあたっあたっほわあたっあたっあ、日頃のね鬱憤が溜まりすぎてるようで、これどう考えても穴開けすぎですね。まあね、通気性がいい蓋ができたと思います。もし皆さんこれ作るときはね、こんなにね開けなくていいんじゃないかなと思います。でこの側面にもね穴を開けていきたいと思います。ハンダゴテでこういうプラスチックのねものに穴を開けるときは、もうかなりね、こう室内に嫌な、良くないガスが流れてるとか出てきてるような匂いがするので、換気は必ずしてやった方がいいと思います。もうなんかね、なんか分かりますよね、本能的にこの匂いやばいなっていうね匂いがしますので、換気は必ずしてください。一応その間に完成しました。やっぱ溶けちゃってね、ちょっと焦げてる、色がついてるとこがありますけど、まあこの辺はまあいいでしょう、しょうがないですね。じゃこれで早速次はシェルターの方をね作っていきたいと思います。でこのコンパスカッターを使ってシェルターを作っていきます。これでね、この横の部分に穴を開けて、ペコルがね出入りする入り口を作っていきたいと思います。でこのねコンパスカッターってすごく便利なもので、よくねタッパーに皆さん丸い穴を開けてね、シェルター作ってて、これどこやって開けるのかなと思ったらね、なんか YouTube とかいろいろ見てたら、こういう道具を使ってる方がいて、あ、これを使うのかと、これでもう綺麗なねまん丸の穴が開けられるんだなと、本当に感動した記憶があるんですけど、未だね、今まで何回も僕開けてますけど、綺麗な丸の
穴を開けれたことがありません。なんかね、なんかガタガタってしちゃうんですよね。なんかやり方のコツがあったらぜひコメントで教えてください。なんかあれなんですよね、こうくるくる回してるうちになんか動いちゃうのかわかんないですけど、なんか要は最初に始まった切り口と回した時の切り口がもう合わないんですよね。それとか最初綺麗に丸でできたのにだん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 ずれてきちゃったりとか、もうそういう感じになって、だんだんそれがね、こうもう最初はねどうにかしてやろうと思うんですけど、なんかもうどうにもならない予測がついてくると、もうなんかやっつけですよね。本当になんかもうやけくそみたいな感じで、もうとりあえずもう穴が開けばいいやみたいな感じにね毎回なってしまいます。そもそもその性格がうまくいかない原因かもしれないですね。まあなんとかね、まあ、ペコルがね出入りできる穴が開けばいいだろうと、もうねこの辺は思ってると思います。もうこんな感じなんですよ。なんかね、なんとなく丸なんですよね。コンパスカッターなのでどう考えてもフリーハンドの丸なんですよ。まあでも入れるからね、まあ、よしとしましょう。ではケージの方をセッティングしていきたいと思います。まあ、中のセッティングは基本的にはプラケの時と同じような感じですね。まあ、キッチンペーパーを床材に使っていきます。これなかなかね、この絶妙なサイズに折るのが難しいんですけど、まあね、とりあえず全体に床材として行き渡ればいいかなっていう感じで、まあ目分量でね折っていってます。まあ大体大丈夫ですかね、こんな感じで。まあ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 、許容範囲ではないでしょうか。あんまりね、こうなんていうんですか、こう底の面よりもね小さくなっちゃうと、まあ、ペコルがこの床材の下にね潜っちゃったりとかするかもしれないので、まあでもあれか、少ない、まあでもあれですよね、足りないよりは少し周りにねはみ出てるっていうか、上にこう出てる方が下には潜りにくいかなと思うんですけど、で、まあ、今度はシェルターの方ですね、こっちをセッティングしていきます。でこっちの中にはですね、まあいつものごとくあのね熱帯魚とかのろ過フィルターに使うウールマットですね、それをこのタッパーのサイズ感になんとなくちょきちょきと切りまして入れていきたいと思います。でまあ少しね、まあ、気持ちこう両脇がねちょっと折り上がるようなイメージで切りました。でここにですね水を注いで、まあ、こうウェットシェルターみたいな感じでこのシェルターの中の湿度を保つような感じにします。で本当このタッパーのウェットシェルターっていうのは結構ね水が蒸発しないので、まあ、一応キッチンペーパーの方にも先ほどね霧吹きしてたんですけど、まあ、そっちが例えばパネルヒーターとかね側面にあって乾いちゃっても、この中はねやっぱり結構ずっと保湿されているので、まあやっぱりベビーの頃のねちょっと湿度高めで飼育した方がいいっていう状態の時は結構いいシェルターなんじゃないかなと思います。タッパーであればねその時その時のサイズがいろいろね揃ってるので、まあ大きくなってもね大きいタッパーで同じようなものを作れば全然使えるかなと思います。あとやっぱり結構シェルターに入っちゃった時にねこの透明なので中が見れるのもいいですよね。ではペコルをこちらに入れていこうと思います。はい、ペコル新しいお家だよ、お引っ越しです。まあ、ペコルのサイズだったらねこのサイズのタッパーでも全然まだ大丈夫かなと思います。はい、お引っ越し完了です。で全然まだね小さいんで全然 OK だと思います。どうでしょうか、気に入ってくれるでしょうか。でこの今ね下のところにちょっと余ったあの何ですっけ、ウールマットを引いて水を吸わせてちょっと他よりもねせめて乾きづらいような部分をね作ってあげるイメージにしてみました。まあ効果があるかは分かりません、一応やってみた感じです。うん、
はい、というわけで最後、最初のね音質に戻してみました。まあ、このサイズであれば一応これからね新しくベビーが生まれた時にあと2つぐらいはね重ねておけると思います。やっぱりねできるだけスペースをね有効利用していかないとこれからベビーが生まれた時にちょっと大変になるので、まあ、これで一つ悩みが解消されました。あとはうまくね温度が上がっているかどうかをねまた確認していきたいと思います。はい、では今日はそんな感じでレオパベビーペコルのケージを新しく作りましたという動画でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。覗きに。